中央アジアウズベキスタンの女子サッカー代表監督に今年、日本人女性が就任しました岡山ユノゴベル初代監督の本田緑さんです一時帰国した本田さんに新たなチャレンジについて聞きました元日本代表選手だった本田さんは2001年今坂市に産声を上げた岡山ユノゴベルの初代監督に就任 10年間指揮を取り日本のトップクラスのチームに育てましたその本田さんが今年2月に就任したのが中央アジアウズベキスタンの代表監督でしたウズベキスタンが女子代表がオリンピックに出場したいとなのであのぜひ、まあ、宗教的な問題もあって女性の指導者が必要なんだというところでぜひ行ってもらえないかっていう話で。 どこっていう感じ <laughs> あの何十年か前のみまさかもどこっていう感じだったんですけど単純に数字で言うとなでしこジャパンが今、FIFA、ランキンキグが11位なんですねでウズベキスタンが今46位日本の35年前ぐらいの状況が今ウズベキスタンの女子サッカー界にあってで35年前っていうと自分の35年前で <laughs> いわゆる女性がサッカーなんかやっててどうすんの サッカーーは男のスポーツっていう日本でも何十年か前に言われてたなっていうような状況が今ウズベキスタンの中で少しずつ変わりつつある本当まさししくそんなな状況何十年前に経験したなっていう一方現在の日本は女子サッカーの環境が整備され国内にプロリーグもできましたが成績も観客動員も低迷しています。 日本の女子サッカー界にちょっと閉塞感を持ってはいた部分もあっていい状況でサッカーができるようにしてあげればいいプロを作ればいいっていうだけではないなじゃあその次って何っていうところはちょっとまだ探せてない部分があるんですけど男子女子関係なくこう女子だけのチームではなくて今多様性を求められている中でこうコラボレーションしていけたらいいだろうなというふうには思うんですけどね。